久保さん、上島竜兵さんの動画当たってるじゃないですか1000ぐらいいきそうじゃないですかあれまあ僕もちょっと動画今日撮ろうかな上島さんの、うん、すいませんあのなんだ上島さんには悪いですけどアクセスのために動画撮ります <laughs> まあ久保さんもまあ実際に多分心からその上島さんがね死んだことによってあの思うことがあるから発信してるっていうまあそこはあると思うんですよただしもう側面としてはやっぱアクセスが取れるっていうところもあると思いますうんそうでまあ今回はえーソフトバンクですね ソフトバンク、な久保さんの動画見終わったので、ね、ソフトバンクがね、1.7兆円今回赤字出したらしいですね。で、日本企業で2番目に大きい赤字ということで、まあ去年だったから、去年だったか5兆円ぐらい出してるんですよね。で、今回その、まあ、投資先のウクライナの女性があって、一気に株下がって、で、多額ない1兆円の赤字みたいなね、すごいですよね、1兆円の赤字赤字1兆円ってえぐいですよね。 うん、まあそれはまあ投資会社にもうなってる部分はあるんで、それは株価下がったらしょうがないっていう部分はありますけどね。まあ、僕自身も今ペーペー、ペイ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 運用をずっとしてるんですけど、すごいですよ。<laughs> 今ね、ペイペイ運用ね、すごいことになってて、マイナス36%ぐらいになってるんですよ。そう、だからね、マイナス36%かな。結構ね、日々マイナスを更新してるんですけど、ずっとマイナスを更新してて、えぐいっす。 チャレンジ今チャレンジポースでやってるんですけど結構すごい下がりですね今直近だとマイナス35%でマイナス42000ですねこのグラフねこうグラフすごいですよ下がってうんこどまあ僕はちょっと動画のネタにもしちゃってるんでもう逆に下がったら下がったんでまあいいなと思って <laughs> もうまあ諦,め諦めて逆にその下がったことをネタにしてどんどんやってやろうと 損失してますって。負けてますっていう動画をいっぱい撮ってるんですけど。うん <laughs>、はい。だからね、あとね、僕は思ったんですけど、あのー、なんだうーん。まあ、耐えられるか耐えられないのかって大事ですね。その、まあ、これはね、僕耐えられるんですよ。なんでかっていうと、結局その、まあ、ポイントなんで、あのー、まあ、確かにね、ちょっと残念な気持ちになるんだけど、 ポイントですから、所詮。で、ぶっちゃけその、あの、またソフトバンクが今日、日曜日か、うーん、日曜日は 5, 5が重なるんですよね。ソフトバンクユーザー20%とあと5のつく日また重なって、なんか最大30%戻りますみたいなね、あ来たんですけど。め結局買い、開 <laughs> まあ今回その運用して36%ぐらい下がってる、まあ30%以上下がってるんだけど、まあ結局その <laughs>、 恩恵受けてるんで、うん、買い物したらね30パー戻ってくるみたいな恩恵受けるんでまあ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 っていうところもあそのまあ結局そこの買い物の戻り分も完備したらまあ赤ではないなっていうところの見方もできるんでねうんそうだか、ま、ら、あ、どう見るかですね、うん まあ上島さんはね、非常にあの僕も思うことがあるんで、動画撮ろうと思いますけど、ただ、詳しくは知らないですけど、ちょっと見たら、もしかしたら自殺みたいなね、テレビメディアは自殺って取り上げたほうがあのまあ視聴率上がると思うんで、なんで自殺,自殺って取り上げて、自殺、じゃあなんで自殺したのかって掘り下げられるじゃないですか。なんで、自殺にしたいのか分かんないですけど。 まあ、いずれにせよ僕はまあ動画で話そうと思ってるのが、まあ、いずれにせよあの企業もそうなんですけど、いい時もあれば悪い時もあるし、うんでえー、ずっと生きてるわけじゃないし、いずれ死ぬし、自殺だろうが他殺だろうがな、病気で死ぬだろうが、まあ、寿命で死ぬだろうが、結局死ぬので、うんまあ、結局その、結局受け取り手がどう それを判断すするからですよねソフトバンクも1兆円の赤字やべえなっていう受け取り方をするんだったら、それはうう、あのなんだ、もうソフトバンク、もう売っちゃおうぜってって、ぶわーってなるだろうし、いや、待ってよと、これ、今買い、逆に言うと、今、こうソフトバンクの多分株価は下がってると思うんですよ。ね、多分みんな売り先行になってると思うんで <laughs>、だって日本で2番目に超高い赤字ですよ。 これで株価が上がるってことは考え、まあ、ちょっとソフトバンクの株価、僕、チェックしてないんで分かんないですけど、この状況下で株価がガーンと上がるっていうことは、ソフトバンクの株価が上がるっていうのは、僕その市場、市場、大衆心理がそう動くっていうことはありえないと思うんですよ。大衆はもう分かりやすいので、下がったら売る、あやばいっつって売る,売る傾向があるんで、で、みんな売るじゃないですか。で、同調圧力で、あ、これみ、もう、もうだめだっつってね、どんどん売っていくんで。 でもそのある一部の人はみんなこう下がったとこによし買いだっつって,言って買,い買いまくるみたいな <laughs>。そう。まあこう受け取り方ですよね。うん。だからその死に対してもどう受け取るかですよね。うん。でも僕の受け取り方はいずれにしてもどういう死に方であってもどうせ死ぬしっていうところですよね。だから、あの、上島さん以外にもそうなんですけど、うん、まあ二つ学ぶところがあるとするならば、死あの、 死んだ後でも取り上げられるような人間であったのか死んでもこの何か記憶に残る、まあ、僕は志村健さんがコロナで行った時もすごく、まあ、な涙流すぐらい僕は志村健さんに会ったことないけどもブラウン管でご死にこうすごくあの勇気をもらったというか面白かって、まあ、その思い出が相馬灯のようにもお見舞いあって涙がこう出てきたんですけどあの なんだろうなその自分がこう生きてきた中で亡くなった後にピカソの絵じゃないですけども亡くなった後でもその誰かの記憶に残ってるような人間でいたいのか痛くないのか僕は死んだ後もうーん何だ誰かに勇気を与えてるとかな何かを感じてもらえるような生き方ができてるんだったらそれはまあ良かったんじゃないかなっていう。 うん、自分がこう何十年も生きてきた中で誰にもその還元できていない、うんまあ、わかりやすく言うならば親孝行もできずに死ぬみたいな、まあ、身近な例で言うとね身近な例で言うならば親孝行もできずに死ぬのか親孝行して死ぬのかどちらかというと僕は親孝行できて死んだ方が僕はいいと思ってるんですよねそれは人それぞれの受け取り方なんで。 で、それが親じゃなくて他人もそうで、他人に何かいい影響を与えて死ぬのか、影響いい影響を与えず死ぬのか、どっちがいいですかと。僕は親孝行もし,した方がいいと思うし、ね、生きてる間に。で、親、血がつながってない人でも、なんかいい影響を与えてね、で、僕がきっかけでなんか人生変わったとか、僕がきっかけでなんかなどうなったっていう人が何人でもいれば、それはそれで、えー、いい人生を送れたんじゃないかなと。うん、僕は思いますよね。 うん、あなたがどう思うか分かんないですけどだからまあ上島さんは少なくても、えー、死んだ今回亡くなられたことによっていろいろな人は取り上げていろいろな人に影響をもたらしていたとただ芸風としてはすごい芸風だったのか誰もができないような芸を持っていたのか違いますよ誰でもできることですよ誰でもできることですよ上島さんの芸風って誰でもできませんだけどあれをやりきることはできないんですよ 熱い,熱いおでんん熱い,熱いってででできるんですよでもあれを続けてやりきる人は上島さんしかいなかったって話ですねあれをやりきるおでんが熱いは上島だっていうふうにあそこまでポジショニング取れるまでやりきる人は上島さんしかいないとネットコマーシャルもそうでしたけどあれだけのリアクションを取れるあみんなリアクションを取れるはずなんですよねでもやれることを徹底的にやってそして日,日出るっていうね、うん だからポジショニング取ったっていうのはあれはもう上島さんしかできないことだと思いますし多分おでんの,あの芸風とかもうーんちょっと他の人がやったとしても多分上島さんには勝てないと思いますねもう僕の中ではね僕の中ではでも上島さん今後世代的に上島さんを知らない人も出てくるのでうーん,なんだろうなまあおでんのそういうのをまた,た、ね、そのあのやるんだったらその人が確立するか分かんないですけどねまあそれは時代の流れでしょうがないですけど。 うん、少なくても何かこの時代にいろんな影響を与えた人なんじゃないかなと、うん、100年後はちょっと分かんないですけどね、うん、少なくとも志村けんさんもこの時代のなんで100年後は分かんない志村けんさんも、うん、でも映像は残ってるんで100年後も志村けんさんのバカ殿とかやればあこの人いたんだ面白いなってなるかもしれないし、うんうん、まああとはなんだあー まあ死に対してどう捉えるかですね、うんうん。死を意識できるのかっていうところですね。うん、はい。いってらっしゃい。